決して触れてはいけない相手だと悟ります。女の子が現れました。3チェック入ります。頑張ってくださいね。成功 1D6、 失敗 1D20 です。やばい、やばい、これ死ぬかもしれない普通に。やばい、うわーダメだ。します。はい、ひまわります。はい、いやーこういうところは強くあってほしい。怖い怖い怖い。アンチェック、そのままで。はい、します。成功。出てない。さあ、じゃあ一人ずつ現象さん出しますね。千葉さんが 1D20。 やばいなこれ。7です。7。わあ、でも、まあでもだってマックス20だから少ない方だよ。そうだね、半分いってない、うん、あー怖っ。ちょっとアイディアロールも。はい。うわー、やだー。失敗しろ。あー、成功しちゃった。あー、成功しです。はい、また短期の表から狂気内容を決めます。やばいな。やだ、お願いだからちょっとまともな技にして。あ、技だ。さっきと一緒なんで、またブツブツ好きな方でいいよ。正直、正直、正直。まあ、その前に、ひまわりちゃんの 1D6 の、はい、振ってください。頑張れ。1D6。5か6が出なきゃいいんだよ。 OK。 これ、はい、5 はい、じゃあアイディア振りましょう。ねえ、でこれは失敗した方がいい。 OK。 私意外と低いから。そう、これ、うん、今日の感じだったら失敗する、ね、失敗する。そうだよね。いけ、私成功しちゃう。成功やった時成功するんじゃん。これを減らさなきゃ。え、じゃあ短期の一時的狂気表から狂気内容を決めます。 1D10 お願いします。 1D10。 はい、いきます。4だったりして。4ならまだいい方だよ。 1なんで、いい気絶あるいは金切り声の発作です。金切り声だったらいいけど、気絶したらやばいな。やばいな。 1D2 で振る。うん、振った方がいい。じゃあ 1D2 で振りましょう。1だったら気絶、2だったら金切り声。2。はい、気絶です。やばいやばい、やばいな。やばくない？まずいですよ、まずいですよ。まずい。でも一番もぶっちゃう。あんま動けない。ずっといてる、うん、どうしようね。やばー、気絶った。ちょっとじゃあひまいちゃんは寝てていただきましょう。なんじゃこりゃ。短期寝てる寝てる回転。どうしよう。やばい、ブツ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 。じゃあ精神分析、精神分析って言いながら、はい、動けますか。ちょっとその前にやることがあるので。あ、オッケーです。先失礼します。さあ、これがさっき読んだクワチルウタウス、うん、神様です。神様、うん、クワチルウタウスは園田さんに焦点を合わせたかと思うと彼に興味を持ったようでした。そして園田さんに触れます、うん、すると園田さんは奇妙な叫び声を上げ、一瞬のうちに背骨がねじれ、皮膚が急速に乾いてひび割れ、髪は一瞬で白くなって抜け落ちました。膝をついたと思ったらボロボロに体が崩れ、あっという間に塵となりました。やば。その次はあなたたちのもとへクワチルウタウスが滑るようにやってきます。興味の対象はあなたたちに移ったようでした。しかしクワチルウタウスは9?
お人形に興味を持ち、お人形を触りました。お人形が塵になって消えます。そこで満足したようにクワチルータウスもまた光の柱を登って行き、どこかへ消えていってしまいました。さて、そこでじゃあひまりちゃん目を覚ましましょう。じゃあ何を？精神分析、精神分析。千葉さん、千葉さんが精神分析って言ってる。これさっき言った桃の魚ちゃん。回転が。すごい方向に回転せんかった。アクロバティックに目覚めたよ。でもさっきのなんか変なやつはいなくなって、え、神主さんもいない。とりあえず、千葉さんの方を精神分析。さんを、いけるかな。目覚めよ、千葉。よし。おー、成功。ではまた 1D3 回復でお願いします。はい、あ、アンジェラでまた振っちゃった。3。わい、すごいな。3回復してください。まあ、でもゴリゴリ減ってんな、千葉さん。やばいね。あ、千葉さん、何があった？いや、それが、私にもよく。うわ、なんだ、すごい肺が増えてる。そうなんです。もう神主さんもいなくなって、自分たちが持ってた可愛い人形もなくなってるんです。ほんとだ。かもさっきの出てきた、なんか変なやつも書いてあったみたいなんですよね。千葉さんはずっと呪文唱えてる。わからん。何があった？何が？光ってなんか出てきたとこまで思ってる。まあでも思うにこの肺の増え方からすると園田さんは死んだな。そうなりますよ。でも人形の肺になっちゃってるってことは人形ないな。ないですね。多分このちっちゃいこの辺のがそうだろう。多分そうですね。これだな。これあとはやっぱりあそこにあった肺なんだったんですか。そうだな。見つけ出そうって思ったのに。踏んじばれなかったな、犯人。確かに、一番証拠が上がっていろいろ聞きたかった。神主さんも、犯人になっちゃったんじゃ、しょうもないですよね。とりあえず、今回の話は、ゆきおさんに話すか。そうですね。アイディア。アイディア。え？はい、成功。おー、はい。ピザが気になります。ん？ピザが気になります。ピザ？冷凍ピザが気になります。あー。確かに。ピザといえば誰でしょうか。あ、幹事、自治会結局ずっと会ってない、自治会長の話忘れたな。自治会長に会いに行く。ね、社務所の中に電子レンジがあります。おお。あ、確かに。じゃあピザチンしてみます。ピザチンします。チーン。ほかほかのピザが出来上がりました。で、切り分けてみますと中に移動引きの手紙が入ってるのが確認できます。おお。手紙です。
あ、ごめん。読みます。すまない、失敗してしまった。金島姫名を誘拐する手引きをお願いしたのに申し訳ない。神が満足するような美しい人間が他にいないだろうか。もう少しだけ時間はあるはずだ。私はチャンスを待とうと思う。君には感謝している。お、まだ生きてるぞ姫名。本当ですね。姫名ちゃん誘拐できてなかったってことですよね。そこにあった灰は、いや多分誘拐はできてて、さっき言ってた通り儀式の途中で何かがあって失敗してしまった、うん、なるほど。どこかにいる。儀式の途中で止まって、他に何でしょう。でも多分あの灰は姫名だろうとあなたたちは思っている。灰にはな、え、どうしよう。儀式、どういう。でも美しい女性を、いや、ん、自治会長に会いに行こうか。知事、ん、自治会長に会いに行くことはできますか。どこにいるかが分かりません。なるほど。え、そしたらもう神社の隅から隅まで探したいんですけど。はい、目星かな。はい。景色の途中で、うわ失敗だ、ダメだ、暗い。私、目星、目星、えい、オッケー。神社の中はくまなく探しましたが、自治会長も姫田も見当たりません。この手紙の筆跡はさっきの日記の筆跡と同じですか。はい。ってことはやっぱ誘拐したのは自治会長。今回の依頼内容を思い出してください。そうだから、それが誘拐犯の手がかりと、この妹さん、誘拐犯が、だからこ、そもそもこの手紙自体が誘拐犯の手がかり。そう、つまり誘拐犯は自治会長っていう証拠。うん、そっか、会長まだ。じゃあこの今集まった資料とか全部持って、はい、全部持ってゆきおさんのところに。じゃあ連絡を取ってみると、ちょうど家に帰っているとのことなので、金島家へ行きましょう。はい、はい、お願いします。あの、姫名は見つかったんですか。それが残念ながら、はい、そんな、ただ犯人の手がかりは見つけましたって言って。本当ですか。じゃあまず手紙を
私。そんなあの神主さんが、それに自治会長まで？そうですね、自治会長が実際に姫奈さんをさらったと。じゃあ自治会長を捕まえて聞き出せば姫奈の場所がわかるんじゃないんですか？うん。場所の手がかりがないんですね。自治会長の居場所ってわかりますか？家まではわかりますけど。お、じゃあ連れてってください。え、行きますか？誘拐犯なんですよね、はい、大丈夫ですか？そんな素人みたいな人たちだけで行ってそしたら警察も連れて行きましょう。あの、役に立たない警察。あ、そうですね、役に立たない警察も連れて行きましょう。これだけの資料が集まったらきっと動いてくれます。うん、そうですね。行って、じゃあ早速警察に電話しながら事情を説明して、あ、だ、よろしくお願いします。お願いします、お願いします。はい、そうです、はい。警察もすぐに自治会長の家に来てくれるそうです。うんうん、よし行くぞ。よしかな。じゃあ自治会長の家の前で警察とも落ち合いました。で、さっき見つけた資料を見せて、あー、なるほど、これはいい情報ですって、逮捕状を出してもらったので捕まえましょうってなってます。おお、すごい。よし、じゃあ、あなたたちは危ないから下がっててくださいねって言って下がらされてしまいます。おおおおおい、今行くぞって気持ちだったの気持ち変えてください。後ろからそう。じゃあ、どやさとどやさと警察が入っていくところ、はい、どやさとどやさと警察が入っていき、自治会長は捕まりましたね、そのまま。うん、あやつ。じゃあ警察に姫奈さんはいます。中を捜索しましたが、それらしい人物は見つかっていません。自治会長に、自治会長は、うん、自治会長その場で言うかな。まあ言ったとしても、確かに誘拐はしたが殺したりもしてないし、全部それは園田に任せたって言って、本当に彼は誘拐しかしてないようです。うん、じゃあこんなところで、はい、はい、じゃあ姫奈の生存の可否、まあそうですね、結局わからないっていう状態なんですけど、はい、が、でしたが、犯人である、自治会長も捕まえることができ、とりあえず、ゆきおはあなたたちに感謝をしているようです。まあ、実際遺体すら出てこないこんな状況で、シメナの死をどのように整理していいのか彼もわからないようですが、心の傷は時間が癒すのを待つしかないようですね。あ、灰をちょっと持ってきてたことにしてもいいですか？あ、いいですよ。まあ、あんまりそのなんだろう、なんていうんですかね、その何にもならないかもしれないけれども、うん、うん、その灰を一応吉尾さんに渡します。さっきのその資料とかを見せた流れで、はい、あ、これが現場にあったんですね、一緒に。そうなんですよ。そうです。複雑そうな表情をしてますが、とりあえずなんか紙に包んで持っていくようですね。うんうんうん、ありがとうございました、本当に。いえ、なんか何もすいません。いえ、そんなことは。
さあじゃあ、あなたたちも師匠に報告して今回の事件をまあなんていうか後味悪いですが解決することができました。もう二度とこのようなことが起きないように祈るほかありません。さあちょっと一時退却願います。あなたたち退却、うん、ちょひちょちょちょひちょ、あまさかこの辺境といっても過言ではない島国で、またしてもあれを見ることになるとは思いもしなかった。二度と見たくないおぞましい古き神だ。良い家族に巡り会えたというのに、あの神主と太ったおっさんが台無しにしてしまった。身の危険を感じてさっさと逃げたが、心配性の兄の心労が気になるところではある。まあ、機会があれば顔を見せてやるのも悪くはないだろう。さてこれからどうしてくれようか。また旅に出るのもいいかもしれない。ありがたくも悲しいことにこの身には永遠と言っていいほどの時間がある。少々不便なのはこの体が幼いことだろうか。これにて桜の神様おしまいです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。なるほど。なるほど。成長しないあれは理由が。そういうわけでした。さあじゃあちょっと帰ってきて。まだ。えい。えい。なるほど。お帰り。ただいま。お帰り。さあこれで無事。一番いいエンドでした。お疲れ様でした。あ、そうなんだ。はい。これがベストです。なんかもっと早く神社行ってたらもしかして助けられたのかな。もう助ける方法ないってことよね。そういうことです。もう助けるも何もその前に彼女が自分で逃げていたっていう。うん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 。じゃああの範囲は違う人なの？そう。ああ、じゃあまあまあ。まあなんか慰みというかその心の拠り所になればはいいいですかって感じです。なるほどね。あの女の子は人間だけども、じゃあその辺の話する前にちょっと報酬からいきましょう。どうしましょう。私はあいつよく会うあいつね、あいつよく会いますね。よく会うさあじゃあいきます。1D10、まず。多数。はい。園田が死亡してしまったでプラス1。うん。全員で生還できたのでプラス1。うん。自治会長を警察に突き出したのでプラス1。お。なので、1D10 プラス3。全部111しちゃった。ああ待って、一番いいんじゃない？マックスだ、すごい。13だ、やば。ご褒美きました。回復してください。待って、元に戻りました、30。50ですね。すごい。やったー。まさかの。やったー。こっちも直しとこう。ほら、元に戻った。やばい。やったー。すごーい。じゃあ、次。1D10 プラス3。8。じゃあ8回復してください。65。お、増えてる。おすごい、どんどん増える。ね、いいなぁ。ちょ、増えない。OK。そしたら、じゃあ、成長もやっときましょう。はい。成長ね、今日アンジェラさんがあんまり成功してない、ね、ビビるくらい成功してない
私が目星がクリッタかな。おお、いいですね。目星しまーす。はい。成功して。ああ、残念。アンジェラ、はい。振ったのがアイディアと。アイディアは増えないから、うん、精神分析も振ってた。 あと図書館は成功してない。うん。その辺普通に、あと目星とかか。あれ図書館成功した一回でも。してない。してないよね。してない。全部千葉さんが読んだ。やばい。そうそうそう、そうだそうだ。図書館全然ダメだった。じゃあ目星か聞き耳かな。あ、鍵開けもあるね。あ、鍵開けもあるね。目星は成功した。鍵開け？鍵開けは失敗した？した、そう。鍵開けは。じゃあ目星いきます。はい。お、成功、残念。じゃあ今回成長なしで。うん、はい。はい、じゃあ今回の感想戦。じゃあ真相をお話ししますね。はい。ですね、まあ簡単に言いますと、園田と自治会長は窮地の中だったわけで、園田が自治会長に頼んで、その可愛い子を誘拐してくれと。で、園田は自分の病をで死ぬことを恐れて、永遠の命が欲しくて、クワチルウタウスっていうさっきのこいつですね、こいつを召喚しようと、誘拐を頼んでました。で、自治会長はちゃんと姫名を誘拐して園田に渡して、園田はその姫名で召喚の儀を行おうとしたんですけど、その前に姫名が、トンズラこいたので。ああ、なるほどね。トンズラこいたので儀式が失敗してしまいました。で、そのまま、姫名は身を隠してしまったので、あなたたちのところに幸男からの依頼が来ましたっていうのが今回のシナリオの始まりになります。なるほど。で、姫名なんですけど、元魔術師の、永遠の7歳。気が遠くなるほど昔、クワチルータウスを召喚してしまったことで、意図せず永遠の命を手に入れてしまいました。あ、そういうことか。で、本来はそのことを隠して、7歳の女の子として、うまく生きて、世を渡っています。で、事なかれ主義で面倒事からは積極的に逃げるスタイルなので、今回も逃げました。ってことですね。7歳。え、じゃあ7歳で召喚しちゃったってこと？そういうことですね。あ、よいしょ。7歳って大変だね。なんか一人でとかも行けない。確かに確かに。なんか身分も聞かれる。なるほど。よいしょ。うん、いいね。はーい。はい。なるほど。その辺書いたん、書きました。すごいね、素晴らしい。書きました。そうだ、お人形も出そうか。人形。いいね、素敵。人形と。すごい。かわいい。かわいい。人形と写真。あ、かわいい。これも書いた？書きました。いや、すごい。あ、七五三ずっと七歳すごいな。ずっと七歳。ずっと七歳。なるほど。あと何かあればお伝えできることはします。え、これそのクワチルータウスは、うん、あの姫名を狙ってるとかそういうわけではない？うん、たまたまです今回は。ああ、なるほど、そうなんだ。じゃあもうたまたまそのクワチルータウスも会わないようにうまいこと生きてきたのに、またあいつ会っちまったわみたいな感じなんだ。そうそう、本当に偶然
なんか面倒ごとに巻き込まれたらお前かよみたいな感じだったと思います。あーやったーみたいな感じになったってことね。やば、お前何百年も前に見たみたいな、ね、そう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 。またお前からの状態か。なるほどね。なるほど。いや、良いな、これ。神主さん。かわいい。かわいい。じゃあ、大きい人、細い人と太い人、神主さんと、誰か。自治会長か。自治会長が大柄の人で、うん、細い人っていうのが園田さんのことだった。なるほど。あ、両方言ってたのは両方とも合ってたんですね。なるほど。うん、何ですか？と家にいたのか。だからそ、あんとね、自治会長はね、シナリオ全く出てこないからね。あ、なるほど。じゃあ探しに行っても。そう、特に出すことがないんですね。なるほどね。我々、ちょっと早めにたどり着いてしまったのね。そうそう。そうです。自治会長、図書館に行くのが想像以上に早かった。その自治会長が怪しいに行く前か、そのなんか、うん、自治会長なんかとりあえず話聞かにはおえんわみたいなところが早かったんだ。私早かった。なるほどね。ね、あー、ちょっとしんみりしてしまったが、ね、そう、もうめのちゃん救えなかったもんだった。待って、でもなんかこうなってくるとゆきおさんがかわいそうでならない、ね、そう。とにかくゆきおさんが不備。あんなにさ、一応生きてるけど、ね、死んじゃったって思いつけ、ね、あんなに触ってくれよ、うん、で金島家は普通に本当にいい家庭だったんだろうね。あ、だから普通に姫菜ちゃんを引き取って普通に育ててたら娘がいなくなったっていうだけでしょ。そう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 。あ、かわいそう。もうなんか初めてやった人探しがこんな結果って、いや、やばい、確かに。ちょっと荷が重かった。周り重かった。見つけられなかったずんってなる。まあでも多分犯人をちゃんと見つけ出したから師匠は褒めてくれると思います。確かにね。じゃあ次に続けよう、ひまわり。いや、すごい楽しかった。確かに。でもすごい割とサクサク、うん、今回はサクサクでした、ね、とってもサクサク。やったやった、ありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい、でも最後気絶しちゃった。確かに最後ね、最後我々何もしてなかった。いや、何もできない最後。そうね、それあれはまずかったね。気絶か。あそこ、あれって人形買ってなかったら、そう、多分そう、死んでた。うん、ダメだった。人形買ってなかったら死んでるよね、あれね。死んでる。うわー、危ない、よかった。人形、そう、人形。よかったよかった、人形。危ない、危ない。危ね。危ない。え、いや、今回は全員生還できて、ほんとよかった。ほんとよかったです。あ、よかった。よかった、生きれた、生きて、帰る、生き残れた。ね、人形、ほんと、千葉が渋ったら、買えなかったもんな。そうだね。よかった、危ない、危ない。でよかった。よかった、無理言って買ってもらって。よかった、焼きそば買ってる場合じゃなかった。命の恩人だった。食ってる場合じゃねえ。よし、じゃあ、こんなところでよろしいですかね。はい。はい、はい、じゃあ、クトゥルフ神話 TRPG 桜の神様、これにておしまいです。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。